しまって危険な状態もありましたので、本日はこちらで収容させていただきました。今まで実はオーストラリアでは50回飛行しているんですけれども、今日がこれまでスカイウェイでは経験した中で一番強風の中でのフライトとなりました。皆様改めてパイロットの皆さんに温かい拍手をお願いいたします。Thank you.